いうところうんで、テリーマンの一個保管にもなるかなと思うのはマ、マネーに関係なくテリーマンが筋肉マンに力を貸すようになった。で、こういう無償な。 筋肉マンの行為それによるところの観客のいいぞみたいな声援それはやっぱり心の収益ダンディもコメントとかあったかいコメントとかねグッドボタンで頂い,いてるようにテリーマンもそういう無償の収益にやっぱ筋肉マンと一緒にやることによってうんまあそういう正義に目覚めていったそういう温かい収益を得ることの気持ちよさっていうのはお金にはかけがえがないまた違った気持ちよさやからねうんそういうのあって筋肉マンに手をかけ するようになってるんですけどねっていうのもあって面白いし、この弱点っていうのがこういう風うにも全部描き切っちゃっても伝わるかなと思うんですね。だから2巻2巻のええとこどりをして構成してみるっていうところですね。特集組んでたけどまあテリーマン特集に。 変わっちゃいましたよみたいなんがあって。カッパトロン、知ってる人いるのかな本当にね。まあ、ここまで見てくれたら知ってますね。さすがですね。でまあこういうの、こういうの1個挟んでれば、これが階層であっても、階層シーンっぽい演出であっても、もう十分伝わるかなと。うん。まあ、原作1巻、2巻のリメイクが令和でアニメにあったらっていうことですからね。それはまあ、僕らが見,れ見るっていうことを考えれば伝わりますし、まあ、とにかく僕らが見て楽しい令和のリメイクになれば、 新しい層に伝えることもできるわけだからこれでいいかなと思いますそんな中でアメリカ遠征兵人気なかったっていうんやったらここでこいつも出しちゃってでこのね底なし政治ね金骨マンが操ってテリーマンの弱点もろとも体内でまあ倒しきってやろうというところでコントロールここなんですよね吸い込まれるわけでしょ でテリーマン行っちゃいけませんよでもこのままでは「筋肉マン」と夏子さん危険変わらんから外からのフォロー頼むっつってテリーマン助けに行っちゃうテリーマンってなるまあニンニクエネルギーとかカットしても問題ないかなと思いますしここですはいでここにつなげてみて、うん、まあまあ言わずもがなですけどねまあしょうがないね時代一文があるからこの重症人何でも吸い込んでで衣類 ここでまあ裸じゃありませんよみたいなでまあ体内とは思えんね怪獣のっていうここでこれかってなって巨大化ですね、うん、でまあ体内には生き残ってる人間たちもいるし暴れ回っま たら、ね、犠牲者が増える、テリーマン思うように戦えない、筋肉マンも体内にいる、もう絶対に優先存在になった、で、コントロールガンで、まあ、操られているのをミートくんが外で、まあ、何するかなっていうところと、まあ、キマンが戦う相手っていうのも用意して、で、 まあ、テリーマンと夏子さんの絆を描く。まあ、こういう風に描いていって面白いかなと今は思ってます。では、次はね、まあちょっと夏子さん巨大化っていうのがウルトラマンのバロディなんだよと気づく人が何人いるかわかりませんけども、そういうのでオマージュしながら、まあちょっと金骨マンと決着、重超人決着すれば、まあ、超人オリンピック、ロビンマスク登場というところを、令和もしアニメあったらっていうので描いていきたいかなと。